今日はなんだっけ、ハロウィン配信最終日、ちょっと今日はリハがあるので夜は配信ができるかわかんないんですけど、おはようございます。確かに寒いみたい。おはようございます。野球負けました。昨日泣きそう。今日は勝ちましょうね。あれ今日だっけ。今日だね。おはようございます。もう喉どうしたって。やばい、これ喉どうしたって。なんか前に配信した時はこの間の前ね、海鮮とかお肉とかの達成した時の配信はもう早起きしてたんですけど、久しぶりにこんな早起きをして頑張りました。皆さんもありがとうございます。
連続配信今日までだけど、日にちが合えばまたやろうかな。楽しかった。寒い。夜はできない確率がすごい高いので、ちょっと本当はねラストだからコスプレを用意してたんですけど、もしできなかったらインスタの方に載せます。すいません。昨日はもうリハがあったんですけど、なんかもうほぼほぼなんか6期生の曲がずっとあるとかじゃないんですけど、なぜかずっとなんか6期生といた気がする。みんなでずっと固まってた。みんなでお話ししたり写真会したりしてました。わあ、鼻がむずむずする。ロッキー仲いいですよ。なんだっけ、なんかしたんだよね。あ、ロッキーみんなでな、ロッキーみんなではないんだけど結構集まって指相撲やりました。あとスーパーマリオゲームって知ってます？スーパーマリオみたいな、一人ずつ言っていってつまずいたら負けみたいな。それどうやってやったの？ヒーローとさあちゃんとゆいな、あんちゃん、ひな、カレンレン、リンカ、ココッペ、フジココでしました。
結構集まってた。めっちゃ楽しかった。まさかのゲームの言い出しっぱいヒーローっていうね。違うかいさ。モカピ。ね、なんか別れてんだけど、どうしてる？パイナップルヘア。パイナップル。なんか結構前さ、なんかこんな髪型で配信した記憶あるんだよね。パイナップルみたいに分かれてる。DS スターマンとハリーホークのコラボタオル欲しかったりします？欲しかったりします？ん？日本語合ってる？欲しかったりします？パイナップル。真面目です。
コイカードキャプターさくらのペンダント。ちょっと待って。これはカードキャプターさくらのなんだっけ、わな、なにお話に出てくる、お話に出てくる、なに、なんだっけ、バッチさくら、さくらちゃんのバッチ、すごくない？え、これいくらぐらいだったんだろう。結構前だったんですよ。高かったのは覚えてる。今は12000、あれ見えないな。12147ポイント。ありがとうございます。たくさん皆さん、こうお気に入りでつけもせずここにずっと飾ってるって。こんなの使えないよね。なんかここてんみたい、ここてんみたい、羽根。ここてんが今月は3回もあるみたいで嬉しいですね。まだ最後までは決まってないけど、今月は3回もある。ひなの宝物の一つです、さっきのは。ひなたんって、え、待て、ひなたんって、え、ひなたん学校ってまだ給食ある？何が好き？や、給食は今ギャルみたいな、何が好き？給食あります。大好きな給食は、なんだろう、クリスマスとか年に1回あるクリスマスケーキとクリスマスの時期です。あ、クマ、ありがクマ。待って、全然ギフト読んでなかった、すいません、すいません。ただの魚さん、かぼちゃありがとうございます。お菓子もありがとうございます。みちろうさん、お化けありがとうございます。まさるさん、ハートありがとうございます。ライターさん、お化けありがとうございます。中島ゆうさん、お菓子ありがとうございます。ただの魚さん、お化けありがとうございます。中島ゆうさん、お化けありがとうございます。しのいさん、お化けありがとうございます。しやなごさん、流れ星ありがとうございます。しゆさん、お菓子ありがとうございます。杉太郎さん、お菓子ありがとうございます。と風船もありがとうございます。その魚さん、お化けありがとうございます。たかしさん、お化けありがとうございます。ちやなごさん、お菓子ありがとうございます。ライダーさん、お菓子ありがとうございます。
角田さん、お化けありがとうございます。ようちゃんさん、お化けありがとうございます。太陽さん、お菓子ありがとうございます。ようちゃんさん、かぼちゃありがとうございます。お菓子もありがとうございます。中島優さん、お化けありがとうございます。まどかさん、なんだっけ、お菓子ありがとうございます。ソイルホースさん、お化けありがとうございます。イヤス1983さん、お化けありがとうございます。松山さん、お化けありがとうございます。誠一さん、お菓子ありがとうございます。お化けもありがとうございます。あーすごい、お菓子がいっぱい。あー飛んだ。私どこまで読んだのさ、なんか飛んだんだけど今。まなさん、ありがとうございます。ギフトをたくさん飛んじゃってすいません。実はギャルじゃないよ。ひなは清楚、ひな清楚だから。清楚がこんなことしないよね。すいませんね。安いひなさん、めっちゃフルネームやん。しかもなんかいい感じじゃないか、安いひなたみたいな。めっちゃいじられる、これ学校で。安いひなーって、そう、清掃だから。ちょっと昨日のリハの足の何疲れがまだ残ってる。昨日めいめいがひなたとの写真ポスト、そう、そこを LINE しました。そしたら、ありがとうございますハートって来てた。嬉しい、メールにも載せてくれてたのに、 X にも載せてくれた。めいめいは私の推しですね、七期の。だから余計嬉しかった。私七期の推し実は3人いるんですよ。やばくない？でも3人って、ちょっといろいろ押し増ししちゃって、リリタンとララパとミミです。なんかリリタンもあったんですけど、なんかちょっといっぱい押し増ししちゃって、飴もらったって。飴？誰から？え、誰が言ってたの？リリーひなたの、あ、やばい。でも皆さんが押し増ししたくなる気持ちがわかるかもしれない。かわいいもん。誰が目あげて、ひなが受けたってこと？え、誰に誰かによってわかる。あー、めいめいにメロンの飴あげたわ。ひなあげた、書いてたの。かわいい子だ。
柳ね、みんな可愛い。なんかもうこんなちっちゃい。なんか昨日もね、立ち位置迷ってる時があって、でひながそこのポジションにしたことあったから、こっちだよって言ったら、もう何回もありがとうございます、本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、すいませんってみんな言ってくれて、かわいい。その曲が終わった後、本当にありがとうございましたみたいな。そう、なんか七木周りに囲まれるんですよ、七木の近くにいると。ひながなんか七木のなんか七木がいつもいる控室的なところでなんかた鏡があるから練習するんです。そこで次の曲とかに向けてね練習してたんですけど、そしたら七木生の何人かがひなさんあれ教えてもらっていいですか、ひなさんあれ教えてもらっていいですかって言って教えたりしました。前のコンサートでもバケツをかぶるの感想ができないから教えてほしいとか吸血鬼教えてほしいとかって言われて教えてあげましたよ。心配してるんです私、実はこう見えて。そろそろ誕生日をしようかな。13位ストラトスさんありがとうございます。12位角度さんありがとうございます。11位ライダーさんありがとうございます。10位ゴルゴ13歳さんありがとうございます。9位松山さんありがとうございます。8位中島優さんありがとうございます。7位佐藤さかなさんありがとうございます。6位クラインさんありがとうございます。5位チンアナゴさんありがとうございます。4位聖一さんありがとうございます。そして3位安1983さんありがとうございます。そして第2位マリモさんありがとうございます。そして第1位タンタンさんありがとうございます。それではスクショタイムしてじゃんけんして終わります。そう、最近これが7期生ってことにやっとした。それではじゃんけんして終わります。最初はグーじゃんけんぽん。ひなパーを出しました。チョキの人いいことあるかもしれません。パーの人グーの人は次絶対に買ってください。それでは長い期間、長い期間というか少しの期間だけど、たくさん早起きとかしてくれてありがとうございました。夜は、まあ、やれたらやります。やれなかったらコスプレを用意したのでインスタの方に載せます。それではたくさんありがとうございました。バイバーイ。